アーフは、イギリスの貨物自動車メーカー。1933年、放電トラック創業者であるエドウィン・フォーデンの息子、エドウィン・リチャード・フォーデンによって設立される。その後、マンに買収されたことで、ミドルウィッチにある工場は2002年3月に閉鎖し、事業はマンに合併され、2007年7月、親会社であるマンの方針により、アーフブランドは廃止された。なお、 社名であるアーフは創業者の当事後に由来する。1947年式、アーフトラック放電車の元従業員であった息子、リチャードと、リチャードの息子デニス、チーフエンジニアであったアーネスト・シェラットを含む2名の元従業員と共にアーフを設立する。それまで放電は蒸気エンジンを主とする車両の開発と製造を行っており、 商品は好評を博していたが、1930年代の不況により、増え続ける上規模イラー製造業者の保険依頼を引き受けることに、保険会社は消極的であった。以前からリチャードは、トラック製造におけるディーゼルエンジンの将来性を確信しており、1932年後半数年にわたる激しい論争の末、放電取締役会が同意しなかったため、 息子と共に放電の取締役を辞任し、元従業員とアーフ設立にこぎつけている。1933年に、リチャードの年齢である63を最初のフレーム番号として採用したディーゼルエンジンを搭載した新型トラックを発売。また、アーフでは最初からディーゼルエンジンは、エルガードのアンドサンズ、デイビッド・ブラウンの変速機、カークストール・フォージの車軸など、 すべて一から設計するのではなく、自動車部品サプライヤーから部品を購入する方式で、車両を製造している。キャブ文字元サンドバッチのコーチビルダーによってデザインされ、エアフローストリームラインズ社のノーサンプトン工場で製造が行われており、完成したキャブを自社工場で組み立てる方式が取られている。その後、カミンズ、ロールスロイス、パーキンスエンジンズ、 デトロイトディーゼルおよびキャタピラー製のディーゼルエンジンがラインアップとして加わっている。オーストラリアなど一部の国ではウェスタンスター名義で販売が行われているほか消防車の製造なども行われている。なお消防車事業は1980年代の景気悪化により売却が行われている。アーフは主要トラックメーカーではなく一例として1981年の 年間国内販売台数は1083台と少なかったこともあり、1996年にウェスタンスターに買収され、バッカーによるホーデントラック、ダフトラックス、レーランドトラックの買収により競争圧力が高まったことで、ウェスタンスターがフレートライナーに接近した際、アーフの売却が決定された。2000年3月、アーフは万に対し売却され、 工場はミドルウィッチに移転。その後、アーフの財務状況に監視不正が発覚したことで、マンがフレートライナーを相手取り提訴し、この結果マンが勝訴している。当時、アーフとウェスタンスターの監査法人であったアーンストヤングに対して同様に訴えを起こしたが、企業過失により、この訴えは退けられている。ありがとうございます。